ひろみさんと言います。さあ、こんにちは。さあ、あわさんは心理師さんといって悩んでる人とか困ってる人の心の中のお話を聞いて一緒に考えるお手伝いをしています。例えば他にも今みんなにね見てもらった涙の秘密っていう絵本だったりとか、このキクさんがねよく読んでた虹の鳥と子供たちっていう絵本を書いた方ですね。で、みんなの心の声だとか命の大切さをこうやって文字にして言葉にして伝えてくれている方です。さあ、もう一人すごい大きなギターかなが出てきました。かわいい帽子もかぶってるね。さあ、このかわいい帽子、素敵な帽子をかぶった方、これマーシーさんって言います。はい、さあ、マーシーさん、ギターも持って帽子もかぶってるんだけど、実は漁師さん。漁師さんって知ってる？漁師さんっていうのはね、魚を取るお仕事。テレビで見たことある？魚を取るお仕事をしてるんだって。で、あとは今ね、みんながね見てるみたいに音楽をこうやって弾いたりとか、みんなをね幸せにするような音楽を作ってみんなに聴かせてくれている人です、ね、今日もねどんな音楽が聴けるのかな、どんな歌が聴けるのかなって楽しみにしておいてください。で、お二人とも何か人を幸せにすることだったりとか、例えば命が大切だよっていうことをみんなに教えてくれています。で、マーシーさんって幸せなことがあるとどん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 音楽が出てくるんだってすごいすごいね。で、今日もねどんな音楽が聴けるのかなって楽しみにして、みんなで心と目と耳でしっかり聞いてみてください。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。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 やっほー、やっほー、最高最高。男の子拍手お願いします。男の子お元気。女の子拍手お願いします。またまた元気。先生拍手お願いします。素敵。みんなの拍手お願いします。わー、小さく小さく小さく大きく大きく。すごいね。みんな立ってもらっていいですか。えいえいおーで始めます。せーの、えいえいおー。手拍子よろしくお願いします。もっともっと。ヒロミン、ヒロミン、ありが
リン、ヒロミンよろしくね、もう一度ヒロミン、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 ヒロミンよろしくね、わかります、マジヒロミン、マジヒロミン、マジヒロミン、どうぞよろしくね、隣の人とハイタッチ、タッチ、幸せなんだ手をたった子、幸せなんだ手をたった子、幸せなんだ太陽で示そうよ、ほらみんなで手をたった子、幸せなら隣の人の肩たった子、トントン、隣の人の肩たった子、トントン、幸せなら太陽で示そうよ、隣の人の肩たった子、トントン、幸せなら足ならそう、幸せなら足ならそう、幸せなんだ太陽で示そうよ、ほらみんなで走らんらそう、次はなんじゃろう、幸せなんだくるって回ろう、くるる、幸せなんだくるって回ろう、くるる、幸せなんだ太陽で示そうよ、ほらみんなでくるって回ろう、くるる、幸せならこけてみよう、幸せならこけてみよう、幸せなら太陽で示そうよ、ほらみんなでこけてみよう、面白いね、幸せならあくびしよう、幸せならあくびしよう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなであくびしよう、幸せなら踊ってみよう、幸せなら踊ってみよう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで踊ってみよう、幸せなら万歳しよう、幸せなら万歳しよう、幸せなら太陽で示そうよ、ほらみんなで万歳しよう、万歳、隣の人とハイタッチ、イエーイ。続いての曲はおじいちゃんおばあちゃん応援ソングいうのを歌います。こうやっておじいちゃんって言ったら強そうに、おじいちゃん、いいよ、おじいちゃん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 、バッチリだね。おばあちゃんって言ったら今度はね、かわいい顔して、おばあちゃんって言ったら、おばあちゃん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 、おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、バッチリ。手拍子は頭の上でいただきます。おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、バッチリです。元気ハツラツのおじいちゃん、おじいちゃん、笑顔ピカピカのおばあちゃん、おばあちゃん、いつの時代になってもお年寄りは宝物じゃなかった。元気ハツラツのおじいちゃん、おじいちゃん、笑顔ピカピカのおばあちゃん、おばあちゃん、の時代になってもお年寄りは宝物だろうな。バッチリです。一番はおじいちゃんについてフラダンス踊ります。漁師のおじいちゃんたちは海の底知り尽くしてる、ぜひ潮の流れから岩の位置、宝の釣り進めて、農家のおじいちゃんたちは農家に人生捧げ、長年家族のために働
が見せてくれました。ジャンプ座ります。ありがとう。お利口。すごいね。みんなこれできる？あ、できた。もう一回いくよ。ピッ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 ピ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、言ってみて、なかなかないよ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 、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、あ、可愛い音がするな。で池の中みたいだ。なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ。みんなに見えるって言ってもらっていいですか？見える、見える。すごいね。わ、すごい。空から雨が降ってきた。雨の向こうから虹が見える。見える、見える。心の目で虹が見える、見える。なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ。また素敵な音が聞こえてきた。みんなね、ピピ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 ピ。ほんまやの、なんか聞こえてきたの。なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ、なかなかないよ、なかないよ。じいちゃん、どうした？またなんかいい音が聞こえてきそうだの。聞こえてきそうだの。なんか外からカラスの音もほんまに聞こえてきたの。本当にじいちゃん。ああ。じいちゃんじいちゃん。あっちになんか黄色いカエルさんがおるね。みんなゆっくり目を閉じてください。え、黄色いカエルさん？ぴょんぴょんぴょん。なんだか楽しい声がしてるけど、ここはどこだろうな。なんだか西す、漢字がよく読めんけど、子供たちがなんか聞こえる気がする。なんていう保育園だったかな、ここは。保育園の名前は何ですか？黄色いカエルさんですか？お前さんは私が見えるのかの？黄色いカエルさんっていうのはとってもとっても優しいカエルさんで、実はそれぞれにとって大切な人が亡くなった時に黄色いカエルさんに会えるって言います。それは一体どういうことですか？
私のことが見えるかい？見えるのかい？そうかい。わしのことが見えるっていうことはの、みんなにとってみんなのこと守ってくれているおじいちゃんやおばあちゃんやひいじいちゃんやひいばあちゃんがお前さんたちのこと大事に思ってるっていうことなんじゃが、もう一回聞くぞよ。わしのことが見えるかいの？見える。見えるのかいや。っていうことはみんなのことはずっとずっとたくさんの目に見えない存在が守ってくれてるっていうことじゃよ。覚えといてくれや。マジ、いつも黄色いカエルさんを見ると涙が出そうになるんですけど、どうして黄色いカエルさんを見たら涙が出そうになるんですか？そりゃそうじゃろよな。わしが見えるっていうことは、マーシーや、よくお聞きや。お前さんには目には見えんけどの、お前さんのひいばあちゃんやひいじいちゃんやばあちゃんやじいちゃんがいつもお前さんの後ろから、大丈夫の？お前の素敵はわしが知っとるぞ。私はお前のいいとこいっぱい知っとるぞっていつも周りにおるからの。わしの姿が見えた瞬間、そのひいじいちゃんやひいばあちゃんたちに合ってるような気持ちになるんだよ。マシが6歳の時、おばあちゃんが亡くなりまして、悲しくておばあちゃんのことが大好きだったおじいちゃんは決して涙を見せてなかった。でもおばあちゃんのことが大好きだった。おばあちゃんが亡くなった時、お葬式が終わっておじいちゃんが外を見ると網戸に黄色いカエルさんがくっついていて、6歳のマーシーは、じいちゃんじいちゃん、黄色いカエルがおるよ、綺麗じゃね、って言ったら、もしかしてありゃばあちゃんかもしれんの。いや、黄色いカエルなのにどういうこと？なんでばあちゃんが黄色いカエルな？昔から亡くなったら、さまざまな素敵な形で目の前に現れると、あなたが元気であるように、君が笑顔であるようにと、虫の知らせ、カエルさんの知らせ、ワン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 、みんなが笑顔でいることがおじいちゃんおばあちゃんの幸せだから、それを教えに来てくれた黄色いカエルさん、涙が出そうだけど聞こえるワンワンワン。私はいつもいつもお前さんたちに会いたいと思うての。黄色いカエルさんやバッタさんやテントウムシさんになってみんなに会いに行くからの。その時は私を見つけておくれ。そしてその時に思い出す、じいちゃんやばあちゃんやひいじいちゃんやひいばあちゃんがおったら、そこでお空に向かってありがとうって言ってほしいんじゃが、みんなできるかい？できる。ありがとう。じゃあ今みんなでやってみたいんじゃが、マーシー、お空に向かってみんなでみんなの大切な人に思ってありがとうって届けるよ。じゃあお空に向かって、せーの、ありがとう。空にみんなの声が届いて虹が出た。
返事が虹でした。ひいじいちゃんひいばあちゃん黄色いカエルさんいろんな形で教えてくれる心の話、幸せな想像の話。黄色いカエルさんを見ていると、その黄色いカエルさんが川から海へと渡っていきました。海の中に入っていくと、さあみんな想像の中で心の中で見てね、ここはどうやら海の中、みんなの想像だから息もできるよ。ちょっとみんな立ってみて、海の中だからゆっくりしか動けないんだよね。ちょっとゆっくり動いてみようかな。お水はなんだか柔らかくてあったかい、海の歌が聞こえてきた。海は広いな大きいな、月は昇るし月は昇るし日は沈む。もう一回一番。海は広いな大きいな、月は昇るし月は昇るし日は沈む。この歌を歌うと海の中から大きな大きな可愛い亀さんが出てきました。おい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 、これ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 、かわいいかわいいかわいい、子供たちやのー、わーたしゃー、東北から来た亀ちゃんちゃが、みんな声を聞いてれば。亀の歌ってどんなんがあったっけ。亀、あ、もしもし亀よ、亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いの、あれが聞こえてきた。昔昔浦島は助けた亀に連れられて竜宮城へ行ってみれば、襟も立ってない美しさ。ゆっくり座ってください。亀さん亀さん、僕はあの海の中でいつも潜ってナマコを取ったり、そうかいの、サザエ取ったり、あの漁師で、あの船に乗って魚取ったりしてます。そりゃええことしよるの海の幸をありがとうの。こちらこそ、あのそうなんです。で、海に潜っちゃったら感動することがあるんですけど。なんじゃろの。海であの魚を取らせてもらった時に、海に向かって僕いつも歌を歌ってるんですよ。歌を歌って、海がハッピーでありますように、魚がたくさん取れますようにって。お前さんかよ、の歌は海の底から聞いちゃったかな。本当ですか。それお前さんだったかも。 ありがとうの。で、それで今日みたいにこうやって保育園ライブをしたりとか、こうやってステージに亀さんが来てこういう風に話した次の日に海に潜ったらびっくりするぐらいナマコとかサザエとかが取れるのはなんでなんですか。あれ、いつもびっくりします。そりゃすぐさまの。そりゃそう。なんでかわかるかの子供たち。わからんけ聞いてます。マーシーは漁するときに海に向かってどんな気持ちで歌を歌ってるって言ったか覚えてるかの。そう、カメさんの歌を歌って海にありがとうって届けとるって言ったよの。ありがとうって言われたら海の中の世界はピカピカになっての、ありがとうが届いたその泡が降りてきて命の元につながって、そこからいっぱいいっぱい魚もナマコも生まれるんじゃよ。ありがとうが届かなかったら海の中の命を生まれないんじゃん。お前さんはのありがとういっぱい送ってくれて
これは海からのお返しなんじゃよ。え、感動します、ほんと。え、不思議じゃない？魚を取ろうと思ったらね、海に魚がたくさんおるのってすごいよね。で、こうやってみんながね、サメも取れるんよ、エイも取れるんよ。こないだはね、漁師をしよったら5メートルぐらいのサメがビョーンって飛んだ。うん、そんなこともあってね、魚にありがとうってやりよったらこうやってなって感動します。人間と海の中の世界はいつでもつながってったね。子供たちは聞くがの、みんなはご飯を食べるときなんて言っちょるかいの。いただきます。そのいただきますという声がの、海の中にも届いてきての、またたくさんの魚をみんなのところに届けたくなるんじゃよ。だからの、いただきますを言うとき、海の世界からたくさんの命が生まれること思いながら、いただきますって言ってくれたらの、わしゃもう1000年ぐらい生きとるんじゃがの、もう1000年ぐらい生きられる気がするんじゃ。みんな頼んでええかの。たまげるわ。ありがとう。ねえ、じゃあ今度は今さ、カメさんに向かって歌いよったけどさ、カラスさんに向かってもカラスの歌歌っていい？いくよ、いくよ。で、それを歌ったらカラスさんが来るかもしれん。ミラクル、一緒やってみよう。せーの。カラス、なぜ泣くの？カラス山に可愛い七つの子があるからよ。本当にカラスさんが来ますようにって思って耳を澄ませて。車の音聞こえる？心の声だったら聞こえるかな、カラスの声。ほんまにカラスおらん？すごいね。もう一回カラスさんに向かって歌ってみるよ。せーの。カラス、なぜ泣くの？カラスの山に可愛い七つの子があるか。本当におる？雨は？なかなかないよ、泣かないよ。なかなかないよ、泣かないよ。ありがとう。今みんなで海の世界を見つけたら、はい、ほら、年長さんの先生の、菊組さんの先生のエプロン見て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 。うわー、海の世界が。なかなかないよ、泣かないよ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 。すごい。もしもし。電話だ。え、海の中のタコさんですか？タコさんだって。どういうことですか？今ちょっとライブ中なんです、すいません。はい。え、マウンテンマウスとアワさんの海の中の世界の CD を子供たちにプレゼントして。はい。わかりました。みんなにタコさんありがとうって言ってもらっていい？タコさんありがとう。じゃあ後から CD を渡させてもらいます。やった、タコさんからプレゼントだって。嬉しいこと。じゃあみんな輪っかを一つ作ってもらっていいですか？一つの大きな丸円を作ります。先生方お願いいたします。幸せは歩いてこないんだから、歩いてゆくんだね。一日一歩、三日で三歩、さあ進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ。できたできた、大きな絵ができてきた。すごいな。当たりつけた足跡や綺麗な花が咲くでしょう。
それでは今日は楽しかったこの時間にみんなにこの気持ちを送りたいと思います。あなたがいるだけでみんなが生まれてきた時、みんなのそばには大好きなお母さんがいて、お母さんが命がけでみんなのことを産んでくれました。あなたが笑う時、あなたが怒る時、あなたが悲しくて涙が出る時、それでもここに生きていてくれるだけでお母さんは嬉しいんだよ。おじいちゃんもおばあちゃんもみんなのことが宝物なんだよ。みんなの胸のところに手を当ててみてよ。ごらん、あったかいね。そこにみんなの命があって、その命はキラ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 光ってる。隣の友達の命を見てみて、綺麗でしょ。緑色の光、黄色の光、赤色の光、虹色の光。うわー、お空では雷さんが太鼓で祝福お祝いしてくれてるよ。嬉しいね。みんなの光を雷さんまで太鼓で、お前さんたちの光はキラキラで美しいなって言ってくれてる。ここに生きていてくれてありがとう。この世に生まれてきてくれて本当にありがとう。一緒にやってみる人は一緒に、この世に生まれてきてくれて本当にありがとう。神谷さん答えてくれてる。この世に生まれてきてくれて本当にありがとう。大きな声で、この世に生まれてきてくれて本当にありがとう。園長先生に、この世に生まれてきてくれて本当にありがとう。隣の友達に、生まれてきてくれて本当にありがとう。愛してるよ。最後はこの曲で終わりたいと思います。私の真似をしてください。みんなで真似をしてね。君が生まれてくるずっとずっと前から、その命の誕生をどれだけの人が待ち望んでいたか知っていますか。君のその命の存在にどれだけの人が励まされ喜び笑って満たされ救われてきたことでしょう。君が今ここに生きてくれてることが僕たちに